ヘンリー・ルイス・スティムソンはアメリカ合衆国の政治家、陸軍長官、フィリピン総督、国務長官を歴任した。保守的な共和党員であり、ニューヨーク市の弁護士でもあった。スティムソンはナチス党政権下のドイツに対する攻撃的な姿勢のために、陸軍とその一部である陸軍航空軍の責任者に選ばれ、第二次世界大戦期における、 民間人出身の陸軍長官として最もよく知られている。1200万人の陸軍兵と航空兵の動員と訓練、国家工業生産の30%の物資の購買と戦場への輸送、日系人の強制収容の推進、原子爆弾の製造と使用の決断を管理した。1867年9月21日に、 ニューヨーク州ニューヨークにて長い間共和党の政治に関与していた裕福な家庭に誕生した。マサチューセッツ州アンドオーバーのフィリップスアカデミーとイェール大学で教育を受けた。そこで後の多くの人脈を与えた秘密結社スカルボーンズに入会した。1890年にハーバードロースクールを卒業し、1891年にウォール街の巧妙な法律事務所、 ルートクラーク事務所に就職し、2年後に共同経営者となった。後に陸軍長官と国務長官となるエリフルートはスティームソンにとっての理想像となり、大いに影響を与えた。1906年1月にセオドアル・ーズベルト大統領によってニューヨーク南地区の連邦検事に任命された。ここでスティームソンは反トラスト法違反訴訟の検察官を務め、 優れた成績を残した。その後は1910年11月にニューヨーク州知事の共和党候補として立候補したが落選した。1911年5月にタフト大統領によって陸軍長官に任命され、1913年3月まで在任した。スティムソンはエリフルートが始めた陸軍再編成を引き継ぎ、 第一次世界大戦が後半に拡大する前に陸軍の効率を改善した。彼は戦災に見舞われたベルギーの人々の援助を主導した。アメリカ合衆国参戦後の1918年8月に大佐に昇進し、フランスで砲兵士官を務めた。1927年にスティムソンはクーリッジ大統領によって民間の交渉のためにニカラグアに派遣され、 アメリカ大使や海兵隊司令官と密接に連携して内政干渉した。スティムソンは内戦の両軍の武装解除、ディアスの内閣参加、中立の警察隊を編成し、アメリカ士官の指揮下に置くこと、1928年の選挙をアメリカの監督下で実施することを要求し、要求に応じなければ、官下に訴えると脅迫したと言われている。スティムソンは、 ニカラグア人が独立に付随する責任に適合しておらず、支持される自治にはさらに適合していないと書いた。1927年12月から1929年2月までレオナードウッド将軍の公認としてフィリピン総督に任命された後、スティムソンは同じ理由でフィリピン人の独立に反対した。1920年代にアメリカは国際社会のエリートであるから、 白人の責務を果たすためにアメリカの一流企業を世界の隅々まで進出させるべきであり、必要であれば政治干渉も行うべきである。そうすれば、相番、列島民族はアメリカの基準を受け入れるだろうと考えていたという。1929年3月から1933年3月まで、フーバー政権で国務長官として仕えた。百二十九年に、 真氏は、互いの郵便を盗み見ないと語り、国務省の暗号解読局にマイナス8を閉鎖した。しかし後年にスティムソンはこの姿勢を変え、暗号の解読を重視するようになった。1930年から1931年まで、スティムソンは、ロンドン海軍軍縮会議のアメリカ代表団の団長を務め、イギリスのラムゼー・マクドナルド首相や日本の若月、 レイジロー全県などとの交渉の末、ロンドン海軍軍縮条約締結にこぎつけた。会議における若月の生命と名誉のごときは、これを帰り見ない姿勢に感動したため、日本の要求に譲歩したとの批判を受けたが、卓越した弁護士としての技量により条約は批准された。翌年にジュネーブ軍縮会議のアメリカ代表団の団長となった。その同じ年に、 アメリカ合衆国は日本の満州占領に対してスティムソンドクトリンを公表した。内容は日本の満州への軍事行動を非難するものであった。すなわちケロッグブリアン条約に違反するいかなる行動をも認めないとともに中華民国への軍事行動によって生じた条約や中国大陸における勢力圏の変化を承認することを拒否するものであった。同時にスティムソンドクトリンは アメリカの中国における条約上の権利、権益を侵害するような取り決めを認めず、中国政策における文庫解放政策の方針を確認するものでもあった。フーバー政権の終焉ととも逃げ足して弁護士に戻ってからもスティムソンは日本、ドイツ、イタリアへの反対論の率直な提唱者だった。また、第二次エチオピア戦争、スペイン内戦、 ミュンヘン会談、ポーランド侵攻に至るまで生還し続けたイギリスとフランスの5年間に及ぶ愚行を批判し、アメリカは恥ずべき傍観者になってはいけないと表明していた。1939年9月に第二次世界大戦が勃発すると、ラジオ演説においてイギリスとフランスが行っている我々の戦いをアメリカが助けるよう主張した。 フランス降伏後の1940年6月18日には、今や世界は2分された。全体主義が勝利すれば、それは世界の自由の終焉を意味する、ナチスと西半球の間に存在する兵力がイギリス艦隊のみである以上、アメリカはイギリス艦隊を守らねばならないとして、中立法の破棄や徴兵制の導入を訴える、ラジオ演説を行い、 賛否両論の大反響を読んだ。翌日、ホワイトハウスからスティムソンの元に電話が入り、フランクリン・ルーズベルト政権の陸軍長官復帰が要請された。スティムソンはルーズベルトが自分の主張に同意していることを確認した後、要請を引き受けた。1940年7月10日にスティムソンは正式に陸軍長官に復帰した。同時に、 やはり共和党員であるフランク・ノックスが海軍長官に任用されている。これらの人事は危機的な世界情勢を背景に超党派の外交、安全保障政策を展開しようとの意図を持ったものである。スティムソンはロバート・ポーター・パターソンを陸軍次官に指名し、9月には選抜長平成を導入して140万人以上の導入を可能とした。 また武器対応法の窓口を陸軍にするよう要請し、陸軍は莫大な予算を議会承認なしに獲得することができるようになった。スティムソンの日米交渉への関与は限定的であったが、日記にはその交渉の様子が細かく綴られている。1941年10月28日には、コーデルハル国務長官がアメリカの即時参戦を望んでいるのかと問われた際には、 ノート答え、昨今の状況をフィリピンでのアメリカの立場を強化する機会と考えており、可能であれば数軸国グループから日本を振り落とすことを念頭に置いていると付け加えた。11月26日に春ノートを試行した春は27日の朝に私はこの件から手を引いた。あとはあなたとノックス海軍長官の出番だとスティムソンに報告している。 真珠湾攻撃の一報をルーズベルトから受けたスティムソンは日記にパールハーバーのニュースを聞いたとき、最初に浮かんだ思いは、これで優柔不断の時は終わり、この危機でアメリカ国民は団結するであろうという安堵の気持ちだった。なぜなら愛国心に欠ける人々が、これまでこの国を分裂させ、無関心層を増幅させていたが、 我が国の国民が団結すれば恐れるものは何もないと感じたからだと書いた。安堵という表現は、スティムソンらが日本の攻撃を事前に知っていたとする、真珠湾攻撃陰謀説の憶測を読んだ。また、攻撃の10日前の日記には次のような記述があり、これも陰謀説を補強する材料とされる。差し迫った日本との戦争の証拠について、議論するために、 ルーズベルト大統領にあった。問題は、我々にあまり危険を及ぼさずに、いかにして、彼らを先制攻撃する立場に操縦すべきか。スティムソン、スティムソンダイアリー、ノーベンバー25、1941しかし、スティムソン自身は陰謀説を馬鹿げたことと一周し、奇襲を防げなかったとして、ジョージ・マーシャル陸軍参謀総長への責任論が、 政府内で高まることを危惧していた。5月29日にトルーマン大統領の求めに従って会議を開催し、ジョセフ・グルー国務長官代理の提案通りに日本に対して天皇生存地上項を含む最後通告を出すかどうか、スティムソン陸軍長官、ホレスタル海軍長官、グルー国務長官代理、及びそれぞれの副官が話し合ったとき、 スティムソンは今はその時ではないとして見送ることを主張した。7月2日にスティムソンは日本上陸計画を準備しているが特攻が激しくなっており、この調子では日本上陸後も抵抗にあい、アメリカに数百万人の被害が出ると話し、天皇制くらい認めて降伏勧告をすべきと大統領に意見した。スティムソンは原子爆弾に関して マンハッタイ計画の長であるレズリー・グローブズ事将を監督し、原爆投下決定を検討したとされる暫定委員会の委員長を務めていた。ルーズベルトと公認のトルーマンは共に原子爆弾のあらゆる局面で彼の助言に従った。そして必要とされる時スティムソンは軍の意見を却下した。例えば、スティムソンの頭越しでグローブズから受け取った。 原爆投下の目標リストのうち文化の中心都市であるとしてハネムーンを含めて二度訪れたことのある京都への投下に強行に反対しリストから外させたスティムソンの7月24日付の日記には私は京都を目標から外すべきだと大統領に伝えたもし一般市民が暮らす京都に原爆を落とすという理不尽な行為をすれば戦後は会の目を積み日本が 反米国家になってしまうと、すると大統領は全く同感だ、と答えた、と記されていた。1945年8月6日に最初の原子爆弾の攻撃が広島を破壊した。8月8日にトルーマンがワシントンに戻った直後、スティムソンはトルーマンの元を訪ねた。そして、広島の被害を捉えた写真を見せ、トルーマンは、 こんな破壊行為をしてしまった責任は大統領の私にある、と述べている。しかし、動き始めた軍の作戦は止まることなく暴走し、8月9日に原爆は長崎にも投下された。戦後には原爆投下に対する批判を抑えるための原爆神話を生み出した。スティムソンは原爆投下に対する批判を抑えるために原爆投下によって、 戦争を早く終わらせ、100万人のアメリカ兵の生命が救われたと表明。これが原爆使用正当化の定説となった。ただしピーター・カズニック歴史学教授はこの神話に反論している。1932年6月から1941年12月の日米海戦の時まで10年間中日大使を務め、戦争末期には、 国務長官代理を務めたジョセフ・グルーは、スティムソン論文が発表された後の2月12日に9ページにも及ぶ次のような用紙の長文の手紙をスティムソンに送りつけた。1947年3月25日にダグラス・マッカーサーは、スティムソンが原爆を使用したのは、莫大な予算をつぎ込みながら、原爆を使わずに戦争が終われば、開発責任者として、 自分の責任が問われることになると恐れたためだ。と発言した。スティムソンは、ヘンリー・モーゲンソーによる、ドイツを脱工業化し小さい州に分割する、モーゲンソープランに強く反対した。この計画は、ナチの戦争犯罪に対する責任の権威がかかった、ものは誰でも、追放か、略式手続きによる投獄をすることも目論んでいた。ルイズベルトは当初、 この計画に対して同情的だったが、スティムソンの反対にあい、さらに計画が漏れで、大衆の抗議を受けるに至って、彼は方針を転換した。こうしてスティムソンはドイツにおける、米国の占領地域の全体的な統制を維持した。猛言奏プラン自体は決して効力を発することはなかったが、初期の占領に影響を与えた。スティムソンはルーズベルトに、ロシアを含めた、 ヨーロッパの10カ国がドイツの輸出入と原料生産に依存しており、そしてこのエネルギーと活力と進歩主義の民族によって支えられている自然の贈り物を幽霊領土あるいはゴミの山に変えるがごときことは想像も及ばないと強く主張した。しかしながら彼が最も恐れたことはあまりにも低い生活水準しか埋めない経済状態のために ドイツの人々の怒りが連合国に向けられて、そのために、ナチの犯罪とナチの協議と行為の邪悪さが曖昧になることだった。1945年の春にトルーマン大統領に同様の議論を迫っただけでなく、ドイツの無条件降伏に伴う悲惨な分割占領の状況を見分するに及び、 ジョセフ・グルー国務長官代理の発議による日本の降伏の実質的な緩和を強く支持した。グルーの日米友好への願いのバトンを受けて、7月のポツダム宣言の起草にも影響力を行使した結果、8月に日本は国体を誤示して降伏することができた。弁護士でもあったスティムソンは、主要な戦争犯罪人に対して適切な司法の訴訟手続きを行うよう強く要求した。 彼と陸軍省は国際裁判所についての最初の提案を立案し、それは間もなく後退したトルーマン大統領から指示された。スティムソンの計画は最終的に1945年11月から1946年10月のニュルンベルク裁判に結びつき、国際法の開発に重要な影響を与えた。1945年9月21日に、 陸軍長官を退任し、マクジョージ・バンディの助けを借りて回顧録の執筆を行った。1950年10月20日にロングアイランドにおいて83歳で死去した。タフト内閣の閣僚としては最後の生存者であった。ワシントン DC にある民間の国際関係研究所、ヘンリー・スティムソンセンターは、スティムソンの名にちなんで名付けられた。 1893年7月にメーベル・ホワイトと結婚したが、二人の間に子供はいなかった。ウィリアム・エウィリアムズ、アメリカ外交の悲劇、中沢志保、2012、36P、中沢志保、2012、37P、中沢志保、2012、37から 38P、中沢志保、2012、40P、ハットエビー中沢志保、 2012-41P-HAT-AB 中沢志保 2012-42P- 有馬哲夫歴史とプロパガンダ PHP 研究所2015年 P-100 金子都夫、を神風特攻の記録三人社三人社 NF 文庫2001年 P-225- いおきべ個人が歴史を変えた 回避された京都への原爆毎日新聞2007年1月14日、有馬哲夫、歴史とプロパガンダ PHP 研究所2015年、ピアニッシモ99から100、有馬哲夫、歴史とプロパガンダ PHP 研究所2015年、P113 アメリカのルーズベルト大統領と、イギリスのチャーチル首相双方の最初の願望に、反してのものである。ありがとうございます。